ジョージ・リーチャード・チェンバレンは、アメリカ合衆国の俳優、歌手。カリフォルニア州ロサンゼルスのビバリーヒルズ出身。ロサンゼルスのボモナ大学美術専攻を卒業。在学中に演劇部に所属。1958年に LA コンサーバトリー・オブ・ミュージックに通い、ジェフ・コーリーに指示して演技を学ぶ。その後、俳優となり、テレビ、ガンスモーク。 ヒッチコック劇場に出演後1 9 6 1年に MGM と7年契約を結ぶ。そして彼を一躍有名にしたテレビシリーズドクター・キルデアで主人公ジェームズ・キルデア役に抜擢されて同じ時期からスタートしたベン・ケイシーと人気を2分した。その後多くの映画人気テレビシリーズに出演して1960年代のティーン・エイジャーのアイドルであったが ドクター・キルデアの放送終了後の60年代後半には、ロンドンで演技修行して、レパートリー劇団に所属し、その活躍の場をハリウッドからイギリスの演劇界に移す。その後映画にも多数出演して、ジュリアス・シーザー、サン・ジューシヨン・ジューシタワー・リング・インフェルの、将軍、将軍をモデルにした作品、ロマンシング・アドベンチャー、キング・ソロモンの秘宝などで活躍した。 近年では、ウィル・アングレイスや、ニップ、タック・マイアミ整形外科医、デスパレートな妻たちなどに、ゲスト出演している。クルーナーボイスの歌い手でもあり、読みながら、レコードも出している。カーペンターズの1970年のヒット曲である、遥かなる影クローズ U ・ツー・ユーは、もともと、チェンバレンの歌で1963年に、発表された曲である。ありがとうございます。